今回は傾斜地の補助における旋回、ターニングスロープンフィールドについてお話をします。畑、えー、作、それから牧草地、こういったところでの傾斜地の補助というのは非常に一般的にあるわけですけれども、そこでの旋回というのは当然発生上しますで。その旋回時には遠心力によって横転をするとか、それを防ぐためにブレーキで制動をしたときにドリフトが起こる。 横滑りが起こるというようなことが発生して、これもまた危険な状態になります。そこで高度な運転操作の能力が必要になるということなんですけれども、今回の仮想テストドライブでは、速度を 15km メーアワー、傾斜の角度を10度、左の下で示しておりますね。まあ、そのような収穫後の形、もしくは牧草地などを想定して、 スライドを作ってみました。で摩擦係数というものを0.8、0.6、0.5、そして0.73というふうに変えて、それ以外のパラメータは変えないで実施をしておきます。でまず、摩擦係数が0.8の場合、これは精度なしで 見てみましょう、えー、線図は上からブレーキのシリンダーの圧力、それから走行速度、それからあ前輪の切れ角です、操作角ですね。でこれ、えー、もう一度見てみたいと思いますけれども。 これは補助の状況としてはいいんですけれども、あの、精度を全くかけないでいきますと、遠心力が発生しまして、このように横転してしまいます。まあ、非常に怖いわけですね。で速度を中断見ていただきますと、もう16キロの速度が遠心力によって発生をしているということであります。ですから通常は、この場合、速度を、あの、ギアを落とす それから、ブレーキをかけるということを行います。で、上の段に示したように、ブレーキをかけますと、このように旋回することができるということですね。最初、坂の上での旋回では7メガパスカル、そして、えー、下のー部分での旋回では 10メガパスカルのを、えー、示したということであります。では次は0.6とのマスケースでかなり、えー、滑りやすくなってますね。でこれ、精度をかけないでいきますと、今度は点灯はしません。点灯はしないんですけれども、横滑りが生じまして、 航路を外れてしまうと、これはこれで、ここは広い補助なんですけども、これが枕地から脱輪をしたりということで危険な状態であることには変わりがありません。では、制度をかけてみます。制度をかけてみた場合ですね。最初の上、上の段の1回目の旋回では7メガパスカル。 それから下での急旋回では10メガパスカルのブレーキをかけます。これで7メガパスカルです。で速度を少し落として、えー、速度が上がっていきますので、えー、ブレーキランプがついたところで、えー、制動して速度を動きるまで落とすと。そしては上手に回り切って、航、え、路、ー、を維持できると。このかなり0.6という,う滑りやすい補助でも、 ブレークワークを上手にやると何とか回ることができるということです。では、さらに、えー、0.5にして、えー、摩擦係数が0.5にした場合ですが、これは当然、精度をかけないでいれば、えーまあ、横滑りをして、コールから外れてしまうわけですね。 で、このように、えー、外れてしまいます。これはこれで、えー、大変危険なわけであります。ではあ、制動してみましょう。この上の方では問題ありませんが、あブレーキランプがついて制動します。けれども、おここで横滑りが生じてしまいます。これ、摩、ま、擦、あ、影が小さくなっていますからね。で、これ止まって、今言るのは、 エンストを起こしたわけではなくて、ちょうど、あの、ボトムからの図を見ていただけるとわかるんですが、えー、タイヤの長手方向、それからタイヤの横方向にそれぞれ、えー、力のベクトルを示しております。で、これらに加えて、重力によって発生する斜面方向の分力、これらが釣り合って、えー、ちょうどこのシミュレーションでは最後の段階での、 前輪の相度角等の組み合わせで発生する力が釣り合って止まったということであります。では0.7、0.7と書きましたが、これは0.73ですね。0.73の場合なんですけれども、これは制、えー、度をしておりませんが、ちょうど、まあ、このお えー、半径におきましては、まあ、なんとかあの外れつつも復帰し、えー、航路を、えー、なんとか追従して、えー、走行できているということであります。で、えー、この場合、えー、制度なくても、まああの、なんとかかんとかあ航路を。 進行できておりますので、これに精度を加えますと、まあ問題なく旋回ができているというふうに判断できます。このように摩擦係数が変わると。えー、そうすると、その角度、傾斜の角度によって、ブレーキ操作の 上手にしなければ危険な状態になるし摩擦係数がやはりかなり小さい場合にはこれは相当危険な状態にあると、まあ、そういうことです重度、まあ、という反斜面なんですけれどもかなりそれは高度な技術が必要であるとさらにこれはトラクター単体でありますから様々な作業ですね 行う場合に作業機が後ろについたり、から前にフロ,ントローダーのようなものがついたり、それからあ、まあ、あのブロードキャスター、ロータリーを上げての走行等といろいろありますから、そういうものの組み合わせによってさまざま変わってくるということがお分かりだと思います。これからクラッチの操作が必要になる場合もあり得るかもしれません。ということで、 今日は重度の傾斜におけるその運転操作の高度な必要性というものについてお話をしました。以上です。